バス釣りに挑戦。さあ、川口港バス釣りのエリアに来てるんですけども、はい、今日はですね、なんとトムハック君の持ち込み企画でございます。よろしくお願いいたします。そうなんだ。トムさんの企画なんだ。あの、僕バス釣りが大好きで、はい、もう釣り歴、もうバス釣りじゃなくて釣り歴でいうともう30年くらいやってますんで、なんか釣りの中でもそのバス釣りっていうのはかなりシビアな釣り。おー、まあ、なんでかっていうと、そのバスブラックバスが頭がいい魚なんですよ。へー。なんであれ、これなんか昔見たことがあるルアーだなとかで食わないとか。へー。ちょっとシビアな釣りなんですけど、でも釣れたらものすごくパワーがある魚なんで、引きが楽しいと思います。へー。それも含めて引きも楽しんだ、楽しんでいただければ。しかも今日は心強い味方がいるということなんですけども、はい、川口湖バス釣りガイドの柴田さん、そして荻野さんに来ていただいております。あ、じゃあ真ん中の方に、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕柴田さん見たことあります。あ、本当ですか。トム君の個人チャンネルのバス釣りのナビゲートされてましたよね。はい、そうですね。あの柴田さんですよね。あの時爆釣り、爆釣果でしたよね。はい、そうですね、よく釣れましたね。はい、荻野さんのこのオニヤンマがめちゃくちゃ気になるんですけど。あ、確かに。実はこれつけてることによって虫が寄りづらくなるという。そうなんですか。素晴らしいアイテム。虫嫌いなんですか。虫嫌いです。あ、僕も虫です。じゃあ、そういうのはね。じゃあ2人は同じ船乗ってもらう。じゃあ今日はどうですか、コンディション的に。天気は、まあ、曇ってて、まあ、釣りやすいは釣りやすいと思うんですけど、まあ、あとは引き運次第的なところですかね。引き運次第。わかりました。というわけで早速ですけども、船に乗り込みたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは船に乗り込んでいきましょう。はい、お願いします。はい、わあ、すごい。それでどこに、じゃあ、わ、すごい、ちゃんと波あるんだね。わあ、なんかあれじゃない、あのボートレーサーになった気分。それはわかんないですけど、あの、あっちに大きい橋があるんですけど、橋をくぐってからスピードが出せるっていうルールがあるんですよ。へー。そこまではゆっくり行くんで。すげえ、なんかすげえ並走してる。はい、じゃあちょっとスピード出します。はい、あー、お願いします。うわー、うわー、いいね、めっちゃ上がった。おー、すごい。レジャーだよ、もう。うわー、めっちゃ水しぶきすごい。うわー、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 やばー。じゃあこっからちょっと走る。はい。え、そんな速い。これでもかなり弱い方、細い方です。やばー。マジで。これまだマシな方です。マジで。じゃあ早速この辺で、お、やりましょうか。はい、行きましょうか。じゃあ俺が行きますよ。行きまーす。はい。そしたら輪っかを戻して、はい、ゆっくり巻いてください。これいいですよね。はい。投げますよ。いいですよ。やばいぐらい変な。これちょっと待ってくださいね。これやばいぐらい変になりました。お、お、これ落ちちゃうよ。これでいけないんですよね。はい、ゆっくりでこれぐらい、もうちょっとゆっくりです。で、投げた時に人差し指離すんですか。はい、そうです。投げた時に人差し指を離す。おー、うまいじゃないですか。いいですか。飛びましたね。で輪っかをカチャッと戻してください。はい、でこの時も竿は必ずさっきの持ち方でずっと持ってて、はいはい、で竿先は下にしましょう。もっと下に、はい、真ん中より下に、はい、でゆっくり巻いてきてください。でこうするとルアーがこう動いてくれて、ワカサギとかオイカが泳いでるように見せかけてくれます。はあ、確かに釣りハマる人いるの分かる気がする、うん、ね、これ優雅にずっとこうやってさ、やれちゃうよね。気持ちいいね、うん、気候もちょうどよくないですか。そう、それ自然がいいよ。あ、来た。嘘。あ、来てるな。え、来てるよ。巻いて巻いて巻いて、これ来てるよね。うわ、すごい。え、来たよ。なに、ちょっとやだ。あ、取れちゃったから今。頑張れ頑張れ。いや、多分取れちゃったわ。え、剥がれた。あ、取れちゃった。うわ。え、逃げられたんですか今。逃げられましたね。今来てましたよね。来てましたね。あっ。あ、来てる来てる。巻いて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 。巻いて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 。立て立てて。来てる。竿立てて。巻いて。うわうわうわ、すごいすごい近い。あ、逃げられた。
逃げられてない逃げられてない逃げる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 おいてめえこらあー逃げたあいつマジで違う水草じゃない水草だか水草だそんなちっちゃい水草ねしょうもな竿をこう左右にするのはありですか左右にその、はい、引っ張ってる時にリールあの左右にしてちょっと魚がこう斜めを泳いでるみたいないらないですか小賢しいことやんない方がいいかもしれないあ、わかりましたすいませんなんで初日にしてアレンジ加えてんのすいませんなんかあまりも釣れないもんだいやまだこれからっしょあ、来たおおおあやべえ取れてたあくっそいや今跳ねたね取ったマジかよいやすごかった今いらんこと喋んなければハリを食うかどうかって結構運っすかまあやっぱりそのいかに小魚に似てるようにルアーを動かすかっていうのが重要なので、うん、一定のスピード一定の水深をこう巻いてくるとしっかりバスが食ってくれるんですよなるほどそれがずれちゃうとバスも違和感持ってちょっとつっつくだけだったりとかあつっつくだけなんだそうするとしっかりと針がかかんないっていうのがありますね、なるほどねそう、うん、ナイス出てきたしかも食ったナイスいけあら美味しさじゃないこれだ何水さんこれ何あ魚じゃん魚魚魚ブルーギルですブルーギル魚魚いいじゃんまあでも一応ブルーギル取ったやっぱナイス何センチですかそれ8センチブルーギルも話しちゃっていいですかこれはブルーギルは川口湖話しちゃいけないことになってるんですよ、はい、でブラックバスに関しては川口湖はあの国からの許可を得てるのでリリースして OK なんですけど、ね、なるほどだから外来種来るとあれがあの壊れるからですかそうですね生態系に影響があるって言われてるのであれ引いてる引いてるあ今日引いてる引いてる引いてる来てるでしょ来てるこれは来てるいけごめんなさい来てるちょっと釣れああ水草っぽいな嘘嘘でしょ面白いなこれハズレがあるって思うよねマジでなんかもう明らかにビンビンって多分ね、うん、ハズレがあでもでっかい水草だったら分かんねえなハズレがあるって面白いわルアーってそんな感じなんだそうそう本当いろんな種類があるんですけどこれはまあさっき言った、まあ、ちょっと下を水面よりも下を巻いてくるなんですけどいけですあざすどちらへに投げる沖もう岸側に投げるんですけど漁師さんははいあのベイ向こう の, あのリール巻くやつをベイトタックベイトって言うんですけどはいそうそうそうそんな感じオッケーうまい上手巻き取ってほんとこれぐらいのスピードでそれぐらいでなるべく竿がぶれないようにこうピタッと止めてこっちだけで巻いた方がいいうーん面白いこれだけでおもろいわ面白いですよねおもろいえ、ちょっと待ってください。今コントロールしてるんですか？そうそうそう、これで。足でエレキってやつをコントロールして進むんですよ。あ、そうなんだ。推進力あるんだ、これ。そうそうそう、ありますあります。そのトム君のやつは何なん？ん？ルアー？なんか、違う違う違う。その、アンダースローみたいな。投げ方ですか？投げ方。これなんていうんですか？サイドキャスト？サイドですね。なんか風が強い時に上からやると風に流されちゃったりすることがあってほう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 なんでサイドでやったりとかあれえちょっと待ってえ草じゃねええっ草でした出来上がり面白すぎるちょっとごめん興奮しちゃった草でしたきたかなあ、来た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 マジで結構大きめかもしれない30センチか35くらいかもしれないすごない？いや、あれうちの相方なんですよでかいあ、結構でかいなこれでかい結構でかいでかでかでかもう一個前行くもう一個でかいでかいこれ40超えてんじゃないですかでかいですねこれでかいですよこれ42、3くらいいってんじゃないそうです45くらいありますね45くらいありそうだこれやばもうやばバカでかいの気持ち出来すぎですね
でもやっぱね、ウィードの上にいるね、上をなんかかすむような、あの草の上をこう少しずつこうやってる。へぇ、でかい、やばえ、やばくない？よいしょ、40どころじゃねえじゃん。お、え、結構でかい。48センチですね。48、49、すごー、やばでかー。これが産卵が終わったメスのバスですね。もう一回産むかなっていう、ちょっとお腹が。でかいな、でかこれね、歯めっちゃ痛いんですよ、これ。痛いんだ。痛いんです、痛いんです。で、河口湖でもバスは2種類いて、うん、まあこれは、まあ、種類は一緒なんですけど、これはネイティブバスといって、まあ、自然に天然のバス。このサイズは正直ガイドやって1日やっても1匹釣れるかどうか。やば、49センチです。49 49。ありがとう。俺の相方です。すげえ、いいなあ。来た来た来た、それは来たね。来た、これは来てます。しょ、あ、来てる来てる、まだ来てる、まだ来てる、来てる、これ何？ピラニア。ブルーギルですね。ピラニアじゃない。絶対さっきからさ、俺たちが釣ってるブルーギルだって俺さ。やった。でも15センチあるよ。うんこちゃんよりでかい。1.5 倍ぐらい、2倍ぐらいです。あ、噛んでる。あの、僕触れないんで、処理魚触れねえんだ。魚触れない、怖い。いやでも嬉しい。一匹釣れるとね。釣れた嬉しい、マジで。これさ、当たりがさ、あれと一緒だ。あの、そのガールズバーとかキャバクラ行った時に、うん、初対面で会った時の、あの、行けるっていう感覚と一緒だ。わかんねえよ。あの、あれだ。俺がこう、3、4年通い詰めて得得した技術。一緒っすか。一緒だわ、あ、これっつって。あれ気持ちいいな。キャバクラ魚釣りだったか。いやでもなんかすごいな、目の前で釣られるとやっぱ興奮しますね。しかも結構でかいっすか。結構どころじゃないですよね。相当珍しいっすよね、あのでかさ。でも一般的には河口湖って結構シビアな湖だって言われてるんで、うんうん、そもそも釣れない説がある。なるほど。なんですか、どうなんですか。そうですね、やっぱり関東の中じゃ、で、まあ、日本の中でも一番大会が多いんですよね、トーナメントが。釣りの、あのバス釣りのなんで、基本的にそのプレッシャーが高いんで、あの釣れないんですよね。プレッシャーっていうのは、魚って釣れば釣るほどプレッシャーっていうのが高くなって釣れなくなってくるんですよ。それをなんかどんどんこうストレスかかることをプレッシャーって言うんですけど、やっぱりブラックバスはリリースするんで。そっか、覚えちゃうんだ。川口湖はリリース OK、 学習しちゃうんですよ。もう一個潜らないルアーにしましょうか。ちょっとこっち側に変えますね。そういうのもあるんですね、はい、同じルアーなんですけど、この微妙にそのペ、はい、ペラの、そうそうそう、この部分が短い。こっちの方がちょっと短い。なるほど。こっちの方がやっぱちょっと潜らないですね。あー、そういうこと。微妙に違う。おじさん、この僕のグラサンかけてみます。水の中見えます。マジで、うん、じゃあこれあげるわ。ちょっと今濁ってるですけど、でも言ってることは分かると思います。なんとなく水の中見えるような気がしません？あ、ほんとだ、見える。そう、これ浅いともう完全丸見えなんで。見える、いいっすよね。うちの父ちゃんもこの形のサングラスよくしてたわ、うん、多分その目的じゃないと思うけど。カッコつけるためだった。あ、トモさん似合うね。あ、ほんと。これいいね、うん、これでやったら俺釣れる気がする。ちょっとやっていいっすよ。あ、すみません。お貸しします。見えるでしょ、中見える。そうなんですよ、ルアーも来たのも分かるんですよ。なんでなの？これ湖の水に屈折した光を、うん、それで全て防いでるんですよ。なんで眩しくて見えないやつが全部見えるようになるっていう。へ、あ、本当だ。また釣るだけみたいなとこありますよ。時々こうルアーとか、うん、釣りの人たちから言うとワームとかポークとかをこう投げるじゃないですか、うんうん、はいはい、投げて水についた瞬間 に水から落ちるじゃないですか、うん、その落ちる瞬間に食べるのを落ちパクって言うんですけど、うん、落ちパクの時って大体でかいっていう、だからもう落ちた瞬間に急に来るみたいなとかもあるらしいですよ。パチンコのオスイチみたいなもんや。ちょっと分かんないけど、座って一発目でつくみたいな。あ、なるほど、ね、それをお座り一発目っていうことで、うん、へお水池って言うんだけど。その時って大きいんですか？いや、単発もあります。全然話違うくなっちゃう。
え、釣れてんの向こう。いや、多分声が大きいだけだよ。これこのまんま使ってほしいわ。来た来た。それは来たね。来た、来てる。来てる、来てる、来てるんです。あー、こいつバカタケ。今遅かったっすか僕。遅かったっすか。いや、まあ、ちゃんと食ってなかったんですかね。あー、そういうことか。運が悪かった。一瞬さ、リールを止めなきゃいけない時間があることに気づいた。なんで顔をかくから。こうやってやればいいじゃん。魚にバレる。こいつ顔描いてんなって。あ、ここあれ止まったぞっつって。俺描いてんなっつって。来た来た。それは来た。すごい来てる。あ、来た。ブルーギル。しかもすぐそこで近所で引っかかったね今ね。二、うん、匹目。こいつ美女がいますよ。そう。あいつは釣りましょうよ。あ、確かに。ちょっと行ったろうか。お前配信で誰見とんだっつって。それかお前あれかっつって。芸能人歌広かっつって。知り合い全部使う。なんかこういう話しながらできるのも釣りの醍醐味っすよね。そうだよね。マジで。だらだら。うん。六本木で話してるよりもなんか楽しいよね。楽しい。話題一緒なのに。うん。汚い話じゃないような気がする、ね、こんな自然の中で喋ってたら女の子の話だもん。この辺にいるんじゃないかっていう、うん、今見ながら来てるんですけど、うーん、ちょっと水がやっぱ濁っちゃってて確かに ね、 見えないですよね。え、魚見えるんですか。魚、水きれいな時は見えますよ。すごっ。釣れました。あ、一匹だけトムさんが釣ったあの最初のやつだけっす。だからトムさん最強です今。すいませんすいません、あのどんな姿勢でコメントしてるんですか。ちょっと立ちっぱら疲れちゃって。わかる。すいません、ちょ100キロあるんですいません。めちゃ楽しいっすわ。でもなんか、ね、うん、なんか喋りながらね釣りするの楽しい。めっちゃ楽しい。ずっと釣りと女は一緒だっていう話を2人で。有名なやつばっかりやったの。しょうもな。まあ、もう一回向こう行って向こうでポッパーやってみましょうか。はい、何でも釣るだったらダウンショットのかな。じゃあそしたら大石さんダウンショットやりますっていう手もありますよね、うん、じゃあダウンショットで僕がポッパーで。この豚の皮で釣るの、そのダウンショットっていうのは。豚の皮。川口湖はまあよく言うあのワームって聞いたことないですかね、うんうん、あのゴムみたいな、はいはい、それが使えないんで川口湖はこの豚の皮から加工される。これは使っていいんで。こうやって浮くんですよ、ほうほうほう。で、こういうふうに動かした時にこういうふうに。で、それにパクって食いつくんだ。これに食いついてくる。ポッパーでこうボプボフっていう音がするっていうのが特徴で。ほうほうほう。こういうふうにいい音が出てるとそのうちにボコンって出る。うまいです、うまいです。性に合ってるかもしれないな。結構でもそういうのあるこのダウンショットは。ちなみに大石さん、これが得意な人はネチネチしてるって言われた。ああ俺だわ。え、これやっぱ泊まりたくなるね。泊まる、最高なんですよこれ、ね、僕も2泊3日とかで6時くらいに切り上げて、あといい宿で休んで、うん、また次の日やるみたいな。すごいリフレッシュになります。最高じゃん。おバスですね。バスはバスですね。バスはバスです。出たな、かわいいですね。あ、全然ギルでしたね。もうギルしか釣れない。あ、ギルだ。ちなみにギルって餌の重りあるじゃないですか、うん、鉛あれすらも食うんで。え、だからもう 何でも食うんですよこちら。そのくらい釣りやすい。来た、あ、来た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 。あ、すごいちっちゃい、すごいちっちゃいのが来た。来た、あー、ブルーギル。あれ、どうしたの。来た、何か来た、何か来てる。お、ダブルヒットですかもしかして。俺たち、お、あ、来てる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 。何か来てます、ね、ブルーギルっぽいですねこれ。二人ともブルーギルですね。ブルーギル。ダブルヒットですよ。
やったここら辺ブルーギルが死ぬほどいるんじゃないですかこれブルーギルブルーギル釣れましたやったすごいこれで坊主は免れたかな坊主は免れましたねあよかったですあと4分ダメかおあ終了終了ですいやでもまあまあでもね釣れましたからうんポーズは免れたからありがとうございましたもうクルージングじゃんこれねしかも海と違って波がなくていいわお富士山てっぺん見えましたねうわ本当だおお富士山富士山見える富士山すごいちょっとバス一匹釣りてえなね釣りたいねちょっと投げた方がいいですねあちょっと投げた、はい引いてる引いてる来ましたちょ、虫が すごい虫が引いてます来ました持ってるとこ違う俺あ、いるあ、いるね、いるやったぞ虫がちょっと止めてみてください止める、はい、巻くの止めてみてくださいはい、はい、なんすか地球ですね地球ね、これ一回もうそれ下に落としたわけですね下に地球を釣ってる下に、はい、地球作ったみたいですプロの時間ってその大会って何時間ぐらいあるんですか大体がお食ってる食ってる来た行けゴミさんうわまたブルーギルいやでブルーギルだまたブルーギルでも元気のいいブルーギル今回はうわ怖いちょっと怖いやめて跳ねないで怖いから。怖い。三匹目、ありがとうございます。来た。ナイスナイス。ああ。しかもブルーギルだった。今ブルーギルだった。惜しかったね今。うわ。来た来た。あでもブルーギルだ。丸々太った。惜しい。あ食べられた食べ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 たブルまたブルーギル。ブルーギル乱獲してんじゃん俺ら。ブルーギル乱獲してるよ。本来のバス釣りじゃない気がする。すごいなんかあうんブルーギルだ。ブルブルーギルだ。何回来るんですか。ブルーギル釣り名人じゃん。もうなんか嬉しくなくなった。してるバシッと押しあえ惜しい惜しかったですか食ったんですけどねいや難しいなあダメだやむなしおたはいお疲れさまでしたいやめちゃくちゃ楽しかったですけどめちゃくちゃ楽しかったちょっとそれぞれの釣果、はい発表したいと思います、はい、まずは大石正義ブルーギル1匹のあざっよかったよかったっす釣れてよかったよかったっすねゼロよりはねトムさん、はい、僕はブルーギルが3匹とお、はい、あとはブラックバス1匹おお49センチでしたすげえモンスター級結構大きかったっすね小藤さんは小藤は、ブルーギル5匹え、はい、すごいね、ブルーギル釣りイメージすごい数一番釣ってますよそして私は、はい、なんとブルーギル2匹今日はちょっとブルーギル日和でしたね、そうですね、バス釣れませんでしたいやでもどうでしたかその先生方から見て今日の釣果というか釣りの具合は、まあ難しい中でまあ一発出してくれたんで、あ、まあまあ、そうですね。トムさんが一発、良かったマジで。いやてかもう収録始まってすぐだったんですよね。10分くらい。あこんな簡単なんやと思って、ねね、勘違いしちゃいますね。ね。ちなみにあのサイズは僕も10年間この河口湖通ってて、はい、大げさじゃなく
初めてレベルそれ引いたそれを配信で素晴らしいそれを10分で引いちゃったんだ素晴らしいな、すごい引きでしたけどね、でもあのそのことをうちのそのさすがプロデューサーに言ったら編集しにくいなって開始10分です開始10分で一応最初のこと伝ったことにしないですね嘘はつけないですからね、確かに、うん、いやというわけで、はい、今日は楽しい釣りをありがとうございました、はい、ありがとうございました。川口湖でバーベキュー、うまそう、これもういいんじゃない、このタンいけますよ、いい感じですね、タンを乗せて、めっちゃ良くない、どうすか、うまー、味教えてほしい、うん、あもう味しないうわー、それいいね、うまい